豊田市上郷町、田畑の中に日本各地を結ぶ自動車道が見える景色が広がるのどかな町です。ここにはかつて上野下村城という城がありました。およそ460年前、その城で一人の侍が生まれました。彼の名は榊原康政。榊原家は康政の祖父の代から徳川家康を生んだ三河の武家松平家に仕えた武士でした。榊原康政はおよそ300年続いた徳川幕府を開いた初代将軍徳川家康の家臣として、知恵と勇気で活躍した武将です。我が命、家康様のために。そして戦の他にも多くの人々の幸せを願って、素晴らしい町づくりにも才能を発揮したのです。我が力、館林の町のために。親方様、館林城城主榊原康政様から文が届いておりまする。おお、康政からの便りか。久しぶりだな。家康様にあられましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。さて、このほどたびたび洪水を起こしていた利根川、渡良瀬川に堤を設けるめどが立ち、町外れにあった小田原街道も城下へ移す準備が整いました。これにより家康様の願いである心安らかな暮らし、豊かな国づくりの実現にまた一歩近づきました。頼むぞ康政。徳川家が天下を統一し、戦のない国を作るにはまだまだお前の力が必要だ。長年の友としても頼りにしているぞ。そう、こうしていると思い出す。康政との出会いは私が三河にいた時だった。あれが榊原長政の子、亀丸か。はい、そうでございます。うん、噂通り賢そうな面構えだ。私がまだ19歳、松平元康と名乗っていた頃、戦の中で身を寄せた大樹寺で康政と出会った。松平家家臣の子供たちの中でも勉学優秀な康政の噂を聞いた私は、それが間違いないと知って彼をおそばつきにすることを決めた。亀丸、お前はまだ13歳だが、この元康と共に戦国の乱世に生きる覚悟はあるか。はっ。元康様のおそばつきになることは、祖父の代から松平家に仕える榊原家にとり最上の喜び。一生涯元康様のそばを離れぬ覚悟でございます。うん、よく言ってくれた。この後、亀丸は小平太と名を改め、3年後の16歳の時、三河一向一揆で初めて戦に出ることとなったのだ。永禄6年に始まった三河一向一揆は、当時松平と名乗っていた徳川家が敵と味方に分かれて争うという一族の存亡をかけた戦いでもあった。敵には寺の僧たちが大勢味方につき、それに対する我々の軍勢はいつしか仏の敵と言われるようになっていた。仏に歯向かう者には罰が当たるぞ。地獄に落ちるがいい。うわぁ、罰が当たる。地獄は嫌だ。殺すのは嫌だ。死ぬのも嫌だ。皆の者、うろたえるな。今からすべての仏の罰はこの榊原小平太一人が引き受けた。さあ、恐れることは何もない。我に続け。おお、恐れを知らぬ若き康政、初陣でこうも勇ましき武士が他にいただろうか。この出来事をきっかけに敵の勢いは衰え、我が一族は滅亡の危機を乗り越えることができたのだ。
小平太、こたびの戦大義であった。はは、褒美としてこれからは安政と名乗るがよい。私が親方様のお名前の一字をいただく。これ信頼の証なり。お前には三人の家来も与えよう。ますます励むがよい。ありがたき幸せ。この後安政は優れた知恵と勇気でどの戦にあっても先陣を切って戦い、我が徳川にとって欠かせない武将となっていったのだ。そして安政の名がまさに天下に轟く日が訪れた。おのれ、なんだこの檄文は。誰だこれを書いたのは。それは豊臣秀吉公率いる軍勢と戦った小牧長久手の戦いの時だった。戦では敵がいかに間違っているか、そして自分たちがいかに正しいかを多くの者たちに伝える檄文というものが武将によって書かれることがある。この檄文によってどれだけの軍勢が敵になり、また味方になるのか、勝負の決め手にさえなるのだ。秀吉公が怒り狂った檄文、それは安政が考えて考え抜いて書いたものだ。その内容は今でも思い出す。そもそも秀吉とは信長公の馬を世話していた身分の低いものである。信長公はそれを憐れみながらも責任ある仕事を与え大切にしていたのだ。しかし信長公亡き後の秀吉はその跡継ぎである信孝殿を殺し、今度はその弟君信勝殿と戦おうとしている。なんたる反逆。誰がこれを見て見ぬふりできようか。信長公とは古くからの友であった我が君家康様は信勝殿をお助けする。皆様方よ、悪の軍門に下り先祖代々の名誉ある家名を汚せるであろうか。我が軍と合流して反逆者を討ち、皆の心を安心させようではないか。安政の檄文は徳川軍が戦う理由の正しさを国中に伝え、読む者の心を強く揺さぶることに成功した。安政の首を取れと秀吉公は叫んだという。安政が徳川軍の中で最も知恵を持ち頼るべきものであることが改めて証明されたというわけだ。実はこの後秀吉公は密かに安政と会い、安政の知恵と勇気、徳川への忠誠心を褒めたたえたという話が続くのだが、これには私も驚いた。敵からも尊敬されるとは見事であるぞ安政。天正18年、徳川家は三河から江戸へと移ることになった。そして私は安政に江戸の北を守る大切な役目を任せるため上州館林城を与えたのだ。父上、親方様。ん、秀忠か。榊原康政の館林での仕事順調に進んでいると聞きました。嬉しき知らせでございますな。うん、これで江戸の北の守りは完璧だ。ところで秀忠、わしがお前に命じておいた仕事の件だが。あ、それはまだ。何、まだできてないのか。遅いことこの上ない。少しは康政の仕事ぶりを見習うがよいぞ。申し訳ございません、直ちに。やれやれ、このままでは天下を統一できても徳川家自体が続くかどうかもわからんぞ。まだまだ悩みの種は尽きんなあ安政よ。殿、江戸から文が届きました。おお、そうか。家康様は我らの仕事ぶりに大きな期待を寄せておられる。こうなれば一刻も早く豊かで強い町づくりを始めねば。ここで徳川家康がいる江戸城や榊原康政の館林城について見てみましょう。もともと徳川家は三河地方で栄えた武士松平家がその元であり、家康はその9代目にあたります。後に豊臣秀吉が関白になってからは家康は関東に移されました。家康は大阪城と距離を置きつつ、日立の佐竹氏など関東から北で勢力を持つ武士の攻撃に備えることになりました。そこで家康は最も頼りとする家臣榊原康政を城主として置くことにしたのです。これが現在の群馬県館林市。
大きさは豊田市の15分の1ほどです。北には渡良瀬川、南には利根川という大きな川が流れています。徳川幕府が栄えた頃の館林の城下町を重ねてみましょう。城下町の周囲は田畑や野原でした。康政が館林城主になる前は、毎年雨季になると南北2つの川をはじめとして小さな川や沼の水がたくさんあふれ、多くの被害を出してきたのです。なるほど、ここも洪水の被害がひどいな。はい、これほど広い土地であっても、雨で一旦川があふれれば作物を飲み込んでしまいます。作物に被害が出れば年貢を納めることはできません。時には一月も水が引かずに家が沈み、多くの領民の命が失われました。三河の地でも矢作川という厄介な川があるが、ここは平らな土地ばかりで水を止められんな。利根川は雨が降るたびに流れを変え、今では北へ城下町へと近づいております。しかし水の流れを抑えて利用できれば、米や野菜、どんなに多くの恵みがもたらされるか、それは楽しみなことではないか。はい、殿のおっしゃる通りでございます。これ以上領民を苦しめてはならん。ここに大きくて頑丈な包みを作るのだ。土地を豊かにして城下町にも多くの民を住まわせよう。我が君家康様の思いも同じ。きっとやり遂げようぞ。康政は希望と決意に燃えていただろう。それは康政が水を治めることを戦と同じように考えていたからだ。我が徳川軍の中でも知恵と勇気を兼ね備えた武将として敵を震え上がらせてきた徳川四天王。幾多の戦いでは自然の力、地の利を武器として戦ってきた。しかし今度の戦いは何人にも屈せずに勝ち続けてきた水が相手だ。そして向かうは康政ただ一人。何の家康様、私はひるんだりはいたしません。家康様のため、国の安泰のため、戦で鍛えた我が力でこの手ごわき水を見事収めてご覧に入れましょう。いやあ、館林での包み作りがいよいよ始まった。康政は荒瀬彦兵衛、石川佐治右衛門の奉行2人を工事の担当者として現場の指揮に当たらせた。多くの人足は朝から晩までひたすら働き、それは毎日続いたという。よーし、みんな一休みだ。ああ、やれやれ、やっとか。いや、さすが徳川四天王の一人と言われた榊原様だな。強いお殿様でないとこんな大きな工事は続けられんからな。田畑が潤えば国が豊かになる。そうなりゃ多くの人や物も集まってくる。ありがたいことだ。そうだ、知ってるか、お殿様は館林に入ってすぐに御家来衆にお寺を守るための御金星をお触れになったそうだ。おお、知ってるとも。その御金星のおかげでならず者なんかがお寺で乱暴沙汰や盗みもできなくなったそうじゃないか。ありがたいな。ありがたい、ありがたい。それ頑張るぞ。大変だ、水が出たぞ。穴を下げ、ふさぐんだ。ホットだ、ホット一緒。季節は夏から秋、そして冬へ。一日数千人もの人足が工事に携わったが、粗末な道具と体だけが頼りの仕事のために、その終わりはなかなか見えなかった。しかし康政をはじめ誰もが諦めることはせず、豊かな国目指して励む日々が続いていった。康政から包みが完成した知らせが届いたのは、工事が始まってから5年後のことだった。なんと見事な。皆の者、よくぞここまで耐えて励んでくれた。荒瀬、石川、大義であった。これで今まで一雨ごとに洪水を起こしていた川や池、そして沼も水位が上がることもないだろう。今水が溜まっている土地も、やがては水が引いて田畑にふさわしくなるに違いない。長い月日がかかったが、国づくりに大切な仕事を我々はやり遂げたのだ。
いや、安心して田植えや畑仕事ができるのはいいな。こないだ降った大雨でも包みはびくともしなかったし、本当に助かるな。ああ、まったくだ。そうだ、知ってるか、五条家で作っていた街道もできたと聞いて行ってみたのよ。そしたらその道の広いこと広いこと、馬や牛が10頭横に並んでもぶつからずに歩けるぐらいさ。そりゃたまげた。すごいね、殿様は。家康様、5年もの間お待たせいたしました。荒れ地が広がり、泥水があふれていた館林は見事に生まれ変わりました。安政よ、本当に大義であった。しかし、そう長くも喜んではいられなくなった。石田三成率いる軍勢との天下分け目の戦いがいよいよ始まったのだ。おのれ石田三成、秀忠はどうした？遅い、まだ姿が見えぬぞ。は、ただいま榊原康政殿と長仙道をこちらに向けて進軍中とのこと。今しばらくお待ちを。困ったな、安政。真田軍との戦いに3日もかけてしまった。果たして関ヶ原の戦に間に合うのか。秀忠様、泣き言や言い訳は武士にふさわしくありませぬ。一刻も早く家康様がお待ちする関ヶ原に馳せ参じ、戦に勝つことだけをお考えください。分かった。しかし関ヶ原の戦いは我々が到着する4日前に徳川軍の勝利で終わり、家康様はすでにその場から去った後だった。遅いぞ秀忠、今まで何をしておったのか。今回の失態、許せるものではない。家康様は3日経っても我が子秀忠様への怒りが収まらず、全く会おうとはしなかった。ダメだ、いかに天下を取ろうとも親子の絆が断たれれば徳川家は滅び、再び国中に戦が広がってしまう。何用か安政、今さら秀忠のことならば聞かぬぞ。家康様、今回秀忠様が戦に遅れたのは私安政ただ一人の責任。切腹覚悟で参上いたしました。秀忠の負い目をお前がかぶらずともよい。我が君家康様、何卒お聞きよ。安政は秀忠が戦に遅れた責任を誰にもかぶせることなく自分一人のみが悪いと懸命に話し続けた。家康様は私が秀忠様をかばっているのかと考え、厳しい質問を矢継ぎ早に放たれた。しかし安政は一歩も引かなかった。すべての質問によどみなく正々堂々と答えるその姿に、私は初めて安政と出会ったあの時を思い出した。一生涯元康様のそばを離れぬ覚悟でございます。はい、分かった安政。こたびの戦での遅れ、すべてお前が責めを負うということで秀忠を許そう。はっ。しかしお前の切腹は許さぬ。秀忠が徳川の主として一人前となるよう引き続きの力添えを命ずる。はは。安政決死の申し出は我ら親子の仲を元に戻し、めでたしめでたしといったところか。礼を言うぞ安政。この後私は家康様と秀忠様のそれぞれから徳川家がある限り榊原家の恩を忘れず、決して榊原家を見捨てることはないという誓いのお言葉をいただいた。これぞ武士の名誉、これ以上何を望もうか。世の中は徳川の天下となり、これからは戦もなくなるだろう。徳川四天王と呼ばれ、日々戦に生きた私の役目もそろそろ終わりだ。これからの人生は館林のためにこの身を砕いて生きてゆくのだ。徳川家康が江戸で幕府を開き、その後を秀忠が継いだ間も、安政は館林の政治に力を注ぎました。
そして慶長11年1606年5月14日多くの人々に惜しまれて59歳の生涯を終えたのです。康政は江戸で老中という重要な役目をもらってもその立場にうぬぼれませんでした。家康から館林10万石よりも大きな水戸25万石を与える申し出にも、戦に遅れた身である自分がどうして今よりも大きな領地をいただけましょうか。それに水戸は館林よりも江戸に遠く、江戸に何かあっても一日で駆けつけることはできませぬと断ったといいます。潔い心がけだったと言えるでしょう。康政はじめ多くの大名が城主となった館林城は、現在は市役所や図書館、科学館などが建ち、周辺には公園が作られるなど人々の憩いの場になっています。また康政が整えた城下町は今もところどころその面影を残し観光名所になっています。城下町に作られた街道は日光脇王館と呼ばれ、現在館林の南北を結ぶ道路の基礎としての役割を果たしました。そして康政が領民と共に5年の歳月をかけて整えた堤防は、その後明治以降も大掛かりな工事を経てより強く安全になり、現在も人々の生活を守っています。榊原康政の武士としての生き方、町づくりに努力した志、それは今も受け継がれています。その一つの形が別名榊原サミットと呼ばれる会合です。江戸時代、榊原家は代々4つの町の城主でした。現在の豊田市と館林市、そして姫路市と上越市がそれにあたります。榊原サミットとは、榊原家に縁があるこの4つの市が町づくりのために一緒に協力し合おうと年に1回集まるイベントです。どんなに立派な生き方をした人も、それは最初に自分がどんな人間になろうかと夢を描いたことから始まります。榊原康政も徳川家康の家臣として恥じることなく生きることを決意して人生をスタートさせました。その決意が固かったからこそ、あらゆる困難に負けない強い力を持つことができたのでしょう。皆さんも叶えたい夢を見つけたとき、きっとその心に大きな勇気と知恵が湧き上がってくることでしょう。